在日フランス人は日本に一定期間在住するフランス国籍の人である。または日本に帰化したフランス人及びその子孫のことをフランス系日本人という。またフランス系の子孫を羊に持つ者も,も含まれることがある。16世紀半ばから17世紀初頭にかけて日本が西欧諸国との外交、通商関係を持っていた時期にはフランスは 東アジアへの進出を行わず、17世紀後半のブルボン朝時代以降に、これが本格化した時には、日本の徳川幕府による鎖国体制が取られていたため、日仏両国民の接触自体がほぼなく、フランス人の訪日自体が極めて稀だった。1858年、日本がフランスと日仏修好通商条約を結び、 初めて両国間の正式な外交関係が締結されると、社会混乱や各藩の離反に追われた江戸幕府は、初代中日フランス公使のギュスターブ・デュ・シェーヌ・ド・ベルクールや公認のレオン・ロッシュと良好な関係を築き、幕府の軍政近代化のため招かれた第一次、フランス軍事顧問団の一部団員は、母親戦争中の箱館戦争で、旧幕臣側に加勢した。 両国関係の緊密化はイギリスが支援した、サツマイ班を中心とした、倒幕の成功によって一度解消されたが、明治維新後の新政府はフランスも西洋化、布国強兵政策の重要な先駆者として、フランスを重視し、親とい外国人の中には、第二次、第三次軍事顧問団を含めて、フランス人も、高い割合で採用されることになった。その後も、学術、 芸術などの分野で日本に招かれる。フランス人は存在し、定住し日本人と結婚する者も,も現れた。第二次世界大戦では一貫して、数軸国の立場を続けた日本に対し、フランスは、本国政府が戦況に応じて移り変わったため、最終的には在日フランス人は強制疎開の対象となったが、1945年に日本が降伏して、 フランスが連合国軍の一員となったために解放された。1952年に日本の独立が回復して両国間の外交通商関係も再開し、戦後の高度経済成長期に日本社会の欧米化がさらに進行したことでフランス人が日本で就学、労働する機会は増加していった。近年来日するフランス人は急増しており、 2011年12月、現在の統計によると、およそ1万人近くが滞在登録をしている。ヨーロッパ諸国の中では、イギリス人に次ぐコミュニティの規模を形成している。日本のフランス人の多くは、期間滞在の企業の駐在員や研究者、学者、芸術家などであるが、日本のサブカルチャーへの関心から他には、ワーキングホリデーによる滞在も少なくない。 その他、機械や永住する人もいる。在日フランス人の多くが首都圏と京阪神に集中する。東京特別区内では在日フランス大使館が、区内の南アザブにある港区のほか、新宿区、千代田区の九段下、飯田橋エリア、豊島区、文京区に多く在住している。特に、新宿区の神楽坂界隈が在日フランス人の一大拠点となっており、 周囲には、日仏学院、フランス人の小学生から高校生までを教育する、インターナショナルスクールの、リセフランコジャポネド、東京、フランス料理店などが立ち並んでいる。なおリセフランコジャポネド、東京は2012年に、帰宅へ移転し、東京国際フランス学園へと改称した。ありがとうございます。